はい、どうもこんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション2のギャロップレーサー8で遊んでいきましょうか。前回アグデスフライトに騎乗してボバ三冠路線を歩ませようという話だったよね。それで3歳の皐月賞のところまでとりあえずプライベートで進めてきて、今日は皐月賞から遊んでいこう。確か2000年だったよね、世代って。これ間違ってたら申し訳ないけど、2000年の 3歳世代だよね。アグネスクライト、エアシャカールとか、あとまあそんなだもろもろ、ちょっと影薄いけどね、他。あ、ダイナクリーバーとかもいたよね、懐かしい。マイルロさんって活躍したよね。けどどっちかって言ったらレベルが低い世代って言われてたよね。確かエアシャカールもアグネスクライトも3歳で JC に挑戦したんじゃなかったっけ。JC じゃねえな、コバにだってから JC に挑戦したんだっけか。3歳じゃなくて。これは追い込み場で、あえてスタートちょっと遅らせる方がベストの評価が出やすい。で、JC に挑戦したのはいいものの、ものの見事にめちゃくちゃボロクソに負けたよね、伊藤とも。アグネス・ライトとエアシャカール、日本ダービーではすごい叩き合い演じて歴史的な名勝負だって言われたけど、あれは確かに良かった。すげえ最後の直線、ジョッキーも師弟関係の河内宏現調教師と、今も大ベテランの武豊騎手だから、ものすごい火花の出る叩き合いだったわ。さらにけど結局の話、この年の3歳は牝馬も含めてコバには全く歯が立たなくてっていう感じだったよね。それでもこの世代限定のレースでは熱いものを見せてもらえたわ。ただこのゲームではアグネスライドで三冠を取ろうと思ったら結構難しくて、これ距離適正3000馬でフォローしてないのよ、アグネスライドが。だからちょっと厳しいかもしれない。ダービーまではなんとかなると思う。ただこのゲームどっちかって言ったら逃げ先行ゲーなんで、こんな感じでガンガン早仕掛けしていかないと最後届かなくなるからね。最後の直線で早仕掛けしてバテちゃうよりもとっとと早仕掛けして抜け出すっていう方が勝ちにつながりやすい。どっちにしろ早仕掛けなんだけど、勝ったのは2番、結果潰れたら潰れたなんだよね。押し切れる可能性の方が高いから。エアシャカールも追い込み場だけど9着に敗れてる。現実だったらここはエアシャカールが1着だったんだよね。確かアグネスフライトって皐月賞出てなかったんじゃないかな。別路線から来て勝ったんじゃなかったっけ。うろ覚えだけど、当時は馬券とかも買える年じゃなくて、ただ馬が走っているのを見て喜んでいたぐらいで、そういうような世代だったから、世代っていうかそういうような年頃だったから、競馬っていうものもどんなものか漠然としたものでしかなかったんだよね。お金をかけて遊ぶような血生臭い遊びだって知ったのはまだまだ先の話だから。順調に皐月賞を制してダービーまでコマを詰めてきたな。つうかさ、オッズ 4.8 倍一番人気ってもうこの時点で成長のピーク過ぎてるんだよね。そしてこの世代ってどっちかって言ったら早熟傾向の馬多いんじゃねえかな。コマになってから活躍できなかった馬が結局多いから、多分ほとんどの馬が早熟傾向の成長型じゃねえか。エアシャカールがちょっと伸びしろあるんだ。菊花賞を勝てるかどうかわかんねえな、これ。現時点では多分アグネス・ライトの方が強いと思うんだよね。能力。現実で勝ってるから。18頭立て。ブルゲート。ただ菊花賞になる頃にはわかんないっていう、そういう感じだよね。今スタートしました。若干遅らせ気味にね。横綱競馬を選んでいく。後ろから束を見ながらね、俺の実力の証ってところが、まあ寝言は出ていえ細いよといったところだけど、16番後ろ開きまして18番、さらにこの辺り固まって
現実の方では今週末が朝日会フュージティステークスだよね。その外黄色のボール去年の今頃ってさ、もう真ん中4番コントレイルもサリオも出てきてて、ものすごいレベルが高い争いが展開されてたけど、今年ってさ突出した馬がいないよね。高馬路線高橋梨央何が勝つのか本当に分かんねん。まあ事前に何勝つか分かったら今頃ローローマチョウなんですけど、そして1番さあ本当に読めねえよ。秋の G1 はここまで固めてきたけど、ここが荒れどころかもしれない。黄色の帽子は9番個人的にはね、異業ラッシュの1年だったから、武豊騎手騎乗馬が熱いんじゃねえかなとは思うんだけど、なんでかっつったら朝日フューチティステークスとホープルステークスを勝てば中央 G1 完全制覇じゃないですか。抜群の折り合いを見せています。この馬も後方だから馬じゃなくて異業間近の騎手がいるんだよね。先頭まだバグそれがどうなるか。エアジャカール上がってってさ、大歓声の中こっちもそれについて上がっていかないと、ちょっと塞がないでマジで最後の上り坂そういうのをやめていただきたい。いや内側の馬伸びてんだ。1番誰だこれ。ゴール前大混戦7番さあアビリティを発動させて伸びていく。いいですね。いかんたってなかなか慣れてきた。ギャロップレーサー8はほとんどやってなかったからコツつかむの苦労したけど、追い込み馬はやっぱり乗り方楽だよね。乗るのが楽だわ。スタートも気にしなくていいし、オースタイトルビーチキングオブジャパンがボバ3冠、オールラウンダーってなんだ。いろんな距離のレース勝たないといけないのかな。ちょっとよくわからん。このホースタイトルについて確認してみましょう。オールラウンダーね、これか。距離も馬場も関係ないオールラウンドの活躍。これダート G1 とかも含まれるんじゃねえか、ひょっとして。多分朝日会フューチリティステークスは2着になったんだったかな。ちょっと待って、弥生賞2着になってるか。朝日会がマイルの G1 だから、そこで勝って皐月賞中距離で日本ダービークラスチックディスタンス、あとはダートくせえなこれどっちにしろ無理っぽいんだけど、オールラウンダーは。なので菊花賞を目指していくっていうような感じになるよね。どうしよう、宝塚記念とか出ちゃおっか。これあんまりね間隔空けすぎると、こう右上見てもらえば分かるんだけど、馬のアイコン赤くなったら入れ込みやすくなるんだよね。だから定期的にレースに使っていかないと、むしろあまり良くないみたいな。金量的にも有利だし、ここは現実を超えて宝塚記念行ってみよう。ただこれ2000年でしょ、あれいるよね、テイムオペラを絶対勝てねえんだけど2000年って言ったらテイムオペラオがいるからね。エアシャカールも出てんじゃん。3歳出たっけ宝塚記念に。現実とちょっと違うな出馬表が。多分この年確かね小動数になって、そうそうグラフワンダーもいたんだけど、故障明けで最後惨敗しちゃったよね。グラスワンダーも歴史に残る名馬なんだけど、最後の方はちょっと惨敗で終わっちゃって残念だったね。この年はとにもかくにもテイエムオペラオの年だった。12頭立て各馬体制整いました。だって京都記念から始まって有馬記念まで年間8戦8勝だからな。6番好スタート、12番前目につけます。1番もこの年のテイエムオペラをやったら本当にもう変な話、ディープインパクトでも勝てなかったんじゃねえかっていう、なんか魔力じみたことがあったわ。特に秋以降の後半のレース、確か天皇賞秋って当時が大外枠、東京 2000m 大外枠が今でもそうなんだけどめちゃくちゃ不利って言われてて、データ上でも外枠の馬が活躍してなかったんだよ、ね、で、テイエムオペラオが大外に入っちゃって、まあさすがにこのジンクスに飲まれるのかなと思ったら普通に勝っちゃうし、最後の有馬記念なんて4コーナーで圧倒的不利な位置にいて、で団子状態だって包まれてたのに、
いつの間にか先頭に立ってたからね。あの年の提案オペラをマジ誰も勝てなかったんだよね。再び先頭から見ていきます。決闘的に言っても凱旋門賞に挑戦していてくれても良かったような、そういうぐらいの馬だったよね。マジで強かった。まだ馬群はそれほど詰まっておりません。ここからだけどとっとと上がっていけば勝機はある。なかなか先頭との差が詰まらない。外から11番シンガリッキを発動して11番理解不能だった。ものすごい足を発揮していく。これ抜けそう。来たわ。接戦と一瞬のギラを発動して、これ結構いけんなこのゲーム。戦えるわ。しかも2着グラスワンダーだし、テイオペラをどこ。あの金色の馬体はグラスワンダーでしょ。まあテイオペラをも金色の馬体なんだけど、勝負服でグラスワンダーって分かったわ。海外 G1 に挑戦するための条件って何なんだろうこのゲーム。まあ、プレイしていけばそのうち分かるか。画面下の方に四角キーで海外に変えられるっていう風なナビがあるんだけど、四角押しも海外に変えられないんだよね。それとも収録ベースがとにかく少ないのか。凱旋門賞とかだけど入ってるはずだから、はずであろうから、10打数1周とかで四角押し見てもダメ。そういうことはまだ解放されてないっていうことだよね。もう出れるレースがないんだけど、ハンデが多すぎて。札幌記念とかなら普通に出れるか。だけど、危ねえんだよな、この3歳世代。アグネフライトの3歳世代は。能力ちょっと低めに設定されてて、だから普通に、菊花賞のトライアルあたりから、攻めていった方がいいかもしれない。そして本番に備えると。それでいこう。いや、それにしても、今年の G1 もあと3つか。2歳2つと有馬記念だよね。まあ、とりあえず、今週末は、武豊騎手が仮に1着に乗るのであれば、ホームフルーツレックスを本命にしちゃう。ただ、そうはいかねえだろうな。1番人気になると誰だろう。あの、デイリー杯でレコード出した福永騎手の馬、1番人気になりそうだけどね。2200m。各馬体勢整います。菊花賞トライアル。ただマジで混戦模様だと思うわ。2番フォースタート。普段は俺3連単で馬券買うけど、ここはワイドでセコセコ行くのがもしかしたら手かもしれないね。ワイドで中穴柄みたいな。正面スタンド前。さあ先行争いに入る。なんか下手なことしたら11番資金不足に陥りそうだわ。有馬記念で。もともとそんな金あるわけじゃねえけど。さらに2番後藤弘樹。先行。それならまだ。そして。ホープフルステークでダノンザキットにぶち込んだ方がいいんだよ。中からは6番けど、ホープフルステークのダノンザキットも怪しいっちゃ怪しいよね。ホープフルステークはまだ勝ち筋なんじゃねえかなと思うわ。あのね、多分来年の皐月賞あたりが人気でこけそうだ。そんな感じがするんだよね。その後ろに13番続きダノン軍団と川田騎手ってのコンビって淡々としたペースで進んでおります。なんていうか本当に欲しいところで取りこぼすようなイメージなんだよね。1番人気になって申し訳ないけど。それから15番少し空きまして3番だからホープフルステークスを買ってぶっつけて皐月賞に挑んで1番人気になるもみたいな、そういう感じじゃねえかな。追いかけていかないのか各馬。まだ馬群はそれほど詰まっておりません。ここから一気にペースが上がっていく。11番先頭さらに内からさあ、ムチ入れていく。2番あ、よれてるよれてる。2番先頭2番やばいかもこれ。逃げ馬が速い。2番先頭7番ゴール前。ちょっともしかしたらピーク過ぎてるのかもしんねえな。2番、まあ、ピークは過ぎてるんだけど、多分他の馬との能力差がどんどん縮まってる。なんかどっかの掲示板で見たんだけど、川田騎手って常に 80% の騎乗ができるから G1 で勝てないみたいなことコメントしてる人がいたわ。結構的を射てると思うんだよね。なんか G1 になると0か100かの騎乗できるジョッキーの乗った馬に、ジョッキーが乗った馬が
まんまとさらっていくみたいな、そういうイメージがあるわ。100の騎乗をできた騎手が騎乗していた馬が勝ち馬になるみたいな、そういうイメージなんだよね。わあ、もうこれすっかり能力的に逆転されてる説か。だいぶピークすぎてる。持続力がトップスピードの持続力で、持久力が多分スタミナなんだよね、このゲーム。で、エアシャカールは菊花賞馬だから当然距離適正3000を抑えてるんだよね。スピードも持久力ももう劣ってるわ。むしろ東方紫電の方が上じゃねえかまである。東方紫電ってだけど G1 最終的に勝ってないよね。このステータスの高さは一体15頭立て。まあだけどここはうまく騎乗してワンチャンレボリューションを発動させれば全然勝てるから、このぐらいの能力差だったら。ロレッツバーってね、まあいつも思うんだけど。後ろからさあ何が行くのか。先頭に立ちましたのはなんか他の騎手はガンガン押してるのに全然馬が前に出ていかないよね。田中勝春2番人気持っていかれてしまっている。そのうちの方から4番もうちょっとペースを解かないと。その後ろかなりペースを解かないとダメだな。それから10番中からはさすが 3000m の7勝負スタミナ持つかどうか怪しいからね、この馬の場合。その方から8番さらに9番で有馬記念はそのうちの方からもう本当に真ん中渋ればそしてクロノジェネシスでしょ。どう考えたら宝塚記念の走りっぷりを見てた。縦長の展開となっています。あれババになった場合どうなるんだろう。前方を伺っております。そのブラストの方が出るのかな。これブラストワンピース好きなんだよね。そのうちの方から3歳の頃から追いかけてて一番人気だからもう一花どこかで来てくれないかなと思うわ。できるだけ馬券的妙味を引き連れて。このレースにタイトルがかかっております。そのためには今日の三強対決を制しないといけません。次の馬にまあしぶればだけど黒のだろうな。オモババ以上になれば単勝1倍台うわねえか。さすがにラッキーライラックがない一番人気はどうなんだろう。積極策ラッキーライラックかクロノジェネシスかフィエールマンが一番人気になるのは間違いないと思うんだけど。それから15番方位につけております。その後ろ2番その外しぶればだけど黒のフィエールじゃねえかなとは思うわ。その後ろに赤い帽子は5番今800標識を通過。ここはもうワンチャン上がっていく。11番逃げております。折り合いの範囲でしっかりとマークしています。まだ馬群はそれほど詰まっておりません。さあ大歓声。いや邪魔前のやつ。ここから勝負どころに入っていく。15番食らいつく。いかんわこれ。横いっぱいに広がっている。あれ進路妨害でしょ。12番中から割ってくる。いやこれ届かんな。いやーフォースタイトル取れませんでした。ダメだったね。ここでめんどくさいから引退させるっていうのも一つの手なんだけど、年明けるまで引退ますか。これ多分フォースタイトルを手に入れるのが一番のポイントの獲得条件だよね。引退した時に成績に応じたポイント、あの右上に1390ゴールドって出てるじゃないですか。ゴールドって呼ぶかどうか知らないけど、そのゴールドが多分戦績によって得られる額が変わってくると思うんだよね。だから俺今アグデスライトで乗ってるんだけど、最初シンボリクリーセーブに乗って秋コバ三冠天皇賞秋っていきなりつまずいたから引退させたのね。そしたらほとんどもらえなくて、で少しランクを落とした馬にしか乗れないっていう状況になってるから、今こんなのようにやってる。もう少しギリギリまで使い尽くした方がいいかもしれない。もうそれこそ勝てなくなるまで、まあもう特に勝ててねえんだけど。はい、それとは今年も残り G1 3つ、どうなるか。年間収支はボロクソの場合だとね、これがせめて少しでもプラスになれるように頑張るか。で来年の金杯をね、明るい顔でまた再び馬券買えるように、コロナも落ち着いて競馬場に行けるようになるといいけどね、来年は。
今年は3回行くようだったけど1回も行けなかったから。はい、では今回はこの辺で終了にしましょう。次回もしかしたらね、このゲームの方ではベストウマに撮ってるかもしれないわ。はい、ではご視聴ありがとうございました。